こんにちは。今日はこれから先私たちの生活でちょこっとした変化があるので、そのことについてお話ししていきたいと思います。以前ね、他のビデオでもお話ししたし、まあ、タイトルを見てもらえればね、わかるんですけど、私たちは7月ぐらいにキャンピングカーを購入したんですね。で、その購入した理由っていうのが、ただ単にキャンプを楽しみたいっていうこともあったんだけど、それとは別に、いずれはね、キャンピングカーに住んでみたいっていう気持ちがあって購入したんですね。それで、今住んでるこの家が、来月にリースが切れるんですよ。で、切りがいいからっていうことで、まあ、家族でみんなで話し合って、来月からキャンピングカーで生活することになりました。で、その期間っていうのが、まあ、これもね、はっきりした話じゃないんだけど、もしかしたら来年の夏ぐらいに私たちフロリダから引っ越しをするかもしれないんですよ。だから、まあ、それまでの間を、まあ、今は目安として見ていて、だいたい、まあ、7ヶ月か8ヶ月ぐらいになると思うんですけど、それまでの間をキャンピングカーで過ごそうっていう話をしていて、で、もしかしたらその後にもっとね、楽しかったりしたら延長してもいいよねっていう話をしてるんですけど、とりあえずはフロリダから引っ越すまでの期間をキャンピングカーで生活してみようっていうことになっています。で、キャンピングカーにね、子供もいて、まあ、住むっていうのはかなりびっくりする人もいると思うんですけど、まあ、この話はね、私たちは以前からずっとしていて、まあ、ソーシャルメディアとかを見て、アメリカだとやっぱり住んでる人結構いるんですよね、子供とかがいても。でも、すごくみんな楽しそうに住んでたりとかして、なんかそういうのがすごいいいなって思ったりとか、あとうちのね、夫の友達でも何人かいるんですね。家族全員でキャンピングカーで生活してるっていう人がいて、まあ、その人たちの生活とかを見てても、もう家族がみんなすごく近くって仲が良くって、子供たちもすごく伸び伸び成長していて、すごくいいなっていう、そういうのをずっとこう見ていて憧れてたんですね。で、私とね、うちの夫なんですけど、結婚してから引っ越しが多くって、今の住んでる家っていうのが6つ目の家なんですよ。で、その間には結構いろんなサイズの、まあ、いろんなタイプの家に住んできたんですね、今まで。で、一番大きい家だと2000スクエアフィートぐらいで、まあ、日本でいう平米だと185平米ぐらいの家が一番大きくて、一番小さい家だと1100スクエアフィートで、まあ、大体、111平米ぐらいの家に住んでたんですね。で、タイプも本当に様々で、一軒家からタウンハウスとかね、こうアパートみたいなものに住んでたりとか、まあ、そういう感じで様々な家に住んでいて、で、以前私は大きい家の方がいいっていう考え方だったんですね。で、そこで2000スクエアフィートの家に住んだんですけど、まあ、2000スクエアフィートって言っても、アメリカの平均の家が今はね、2400ぐらいだから、多分平均からするとちょっとこう小さい家なんだけど、それでもその当時は子供が2人しかいなくって、私たちには十分すぎる大きさだったんですね。で、最初はね、やっぱりそういう家に住みたいと思って住み始めたんだけど、実際住んでみたら使わないスペースっていうのがすごくたくさんあって、で、空いてるスペースばっかだとやっぱりあんまり見栄えが良くないから、まあ、それを埋めるために家具を買ったりとか、使わないのにこうデコレーションのものを買ったりとかして、見た目だけをこう重視にしてこうやってたんですね。まあ、そういう風に住んでたんだけど、でも実際住んでみたら掃除がすごく億劫になってきたんですよ。そんなにね、やっぱり大きい家ではないけど、だけど自分たちの生活する以上、こう必要以上な家だったから、やっぱり使わないスペースがすごいたくさんあるのに、だけどやっぱ使わなくても埃とか溜まるじゃないですか。だから掃除はしないといけないっていう感じで、で、もう毎回こう掃除機かけてモップかけてってやるのに結構時間がかかったりとかして、まあ、そういうこともあって、自分にはこうそんなにね、必要以上に大きい家っていうのは向いてないんだなっていうことに気づいたんですよ。で、それからフロリダに来てから、まあ、結構小さい家に住んでたんですけど、まあ、そういうこともあってね、私はどっちかっていうと小さい家の方が好きなんですね。だけど今回キャンピングカーを購入して、それでキャンプにこうしょっちゅう行って、結構長期間で行ったりとかもして帰ってきたりとかすると、今住んでる家っていうのはそんなに大きい家ではないんだけど、それでもなんかすごく物がたくさんあるなっていう風に思い始めて、で、やっぱりこう掃除とかしてると、あ、このスペースも使ってないのに掃除しないといけないんだとか、そういうことを思い始めたんですよね、私が。で、うちの夫も同じ感じで、自分の家はすごく好きなんだけど、だけどキャンピングカーから戻ってくると物の多さにびっくりするみたいなことを話していて、で、お互いに2人で話してる時に、私たちって今まで物を増やさないように結構気をつけてたりとか、まあ、定期的に片付けとかは
して、あのドネーションに持ってったりとかしてたんですけど、それでもやっぱり必要以上にあるよねっていうのにすごく気づき始めたんですね。でそこからなんかもっとシンプルな生活がしたいねと思って、で子供たちにとってもあのやっぱり今の世の中ってこう世界的に見てもすごくマテリアリズムで物質主義で、こう物をどれだけたくさん持ってるかとか、まあ見た目がどうだとか、そういうことに価値を置く風潮があるじゃないですか。だけどそうじゃなくって、もっとこう精神的なもの、あの本当にもう大切なものは何かっていうのを、物を減らしたりとか家を小さくすることによって、まあ、見せることができるんじゃないかなって思ったりとか、まあ、自分自身もそういう体験をしてみたいっていうふうに思って、それで今回キャンピングカーに住むことを決めたんですね。でやっぱり子供の年齢からしても、今うちの一番大きい子が10歳で、真ん中が8歳で、で一番下が2歳なんですね。だから今ね、一番上の子でもこうキャンピングカーに住むって言ってもすごく楽しそうにこうやってみたいっていう風に言ってくれるんですよ。で多分これ以上大きくなったらそうじゃなくなる気がするんですね。まあ人によってはティーンエイジャーの子供とかと一緒にキャンピングカーに住んでいて楽しく過ごしてるっていう人もいるんですけど、やっぱりこうティーンエイジャーとかになったら自分の部屋が欲しいって思うと思うし、こうある程度のねスペースが親とのね間に欲しいって思う時が来ると思うんですよ。だからやっぱできるとしたら今が最高かなっていうこともあって、まあ、ちょうどタイミングもいいっていう風に考えて今回そうやって住むことにしました。まあそういう感じなので、今はねこういろんなものを処分していて、本当にね、まあ、処分してて思うんですけど、自分たち今まで引っ越しも何度もしてきて、その度に物っていうのは減らしてたんですね。それでももう本当に出てくるわ出てくるわっていう感じで、まあ、毎日毎日それをやっていて、だからね家も結構すごいことになってるんですよ。今はもうこの周りだけちょっと片付けたからそういう風には見えないかもしれないんですけど、まあ今すごく散らかってるっていう感じで、であと1ヶ月ぐらいあるから、まあ、その間に物をすごく減らして、で一応ね私たちは将来的には家に住むっていうことをあの考えてるから、だから一応家具とか処分したくないものっていうのは今回、パブリックストレージっていう、まあ、あの有料でこう借りれるストレージがあるんですけど、そこに入れるんですね。だからそういう感じで完璧にねもう物を本当に最小限にしてキャンピングカー生活にするっていうわけではないんですけど、まあ、今あのこういう感じでやってるっていう感じです。でこれから先やっぱりね、あの3人の子供と一緒にキャンピングカーで生活するっていうのは結構なかなかあんまり周りにいないと思うんですね。結構ユニークだと思うから、だからもしねこういうのが見たいとかそういうのがあればコメント欄に残してもらえれば私もあの参考になるし、まあ、全てをね全部見せられるかって言ったらそれはちょっと分かんないんですけど、あの興味がある人はそういう風にコメント残してもらえると嬉しいです。今日はこんな感じで、あのこれからのね生活を報告するビデオだったんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。最近はねやっぱり引っ越しの準備とかでビデオをアップロードするペースっていうのがすごい落ちてるんですけど、あのもし興味がある人はインスタグラムの方だったら結構ちょくちょくストーリーとかアップロードしてるので、そっちをチェックしてもらえればと思います。じゃあまた次のビデオで会いましょう。バイバーイ。Oh, man.